どうも、伊勢太郎です。今から1800時間自由に使ってもいいよ。そんな風に声をかけられたら、あなたは何に1800時間を使いますか？この動画は中学2年生の春休みという、あとちょっとやねんから部活最後までやり抜けよっていう時期にタイプした僕の話を元に作っております。皆さんがタイプする際、自分にブレーキをかけてしまう原因となっている、タイプした後友達顧問先輩と気まずい、ここまでやってきたんだし最後までやり抜きたい、タイプした後また部活やりたいって後悔してしまう可能性がある、道具とかにお金をかけてもらったから親が許してくれない、などのことについても自分の体験した感覚的な部分や論理に基づいて詳しく分かりやすくお話します。なので、この動画を最後まで視聴したあなたは、タイプするかしないかに関してきちんと自分の意見に自信を持って判断できるようになるかと思います。もしあなたがもうこの時点でやめることを決意しているのであれば、最後まで視聴すると親を説得する材料が手に入ってタイプできる確率が高くなることだと思います。実際に僕なりの親を説得する方法に関してもお話しするので、ぜひご覧ください。よろしく頼む。入っていきます。冒頭でも言いましたが、1800時間自由に使っていいよと言われたら、あなたは時間も何に使いますか？友達と遊ぶとか、家でゲームするとか、恋人とデートに行くとか、勉強するとか、いろいろあると思います。で、この時に、私は1800時間すべて遊ぶ、1800時間すべてゲームする、1800時間すべて勉強する、みたいに一つのことにすべて費やす人っていないと思うんですよ。おそらく遊ぶのが大好きな人でも、1800時間もあるなら1700時間は遊びとゲームに使って100時間だけ勉強するかみたいな感じで、複数のことに時間を使うと思います。だって1800時間全く同じことするの辛いし、1800分の100ぐらいなら勉強してみようかなっていう気持ちにちょっとはなれますもんね。で、この問いかけ一体なんやねんってことなんですけど、実はあなたが部活動に費やしてる時間もったいなくねっていう風な問いかけです。先日ツイートしたのですが、少なく見積もってもあなたは年に720時間部活動に費やしています。3年生の9月頃に引退してると仮定すると、720時間 ×2.5 年間イコール1800時間、引退するまでに1800時間費やしてるわけです。計算式は1日3時間 ×週5回で15時間、15時間 ×4 週間で60時間、60時間 ×12ヶ月間で720時間、720時間 ×2.5 年間で1800時間。これちなみに土日は練習してないっていう風に仮定した上での計算になります。土日は特に試合とかで1日12時間費やしたりするんで、もっと緻密に計算したら2000時間とか超える可能性あると思います。ここでもう一度聞きます。あなたは本当にそこまでして部活動に時間を使いたいですか？1800時間も本当の本当に費やしたいと思っていますか？1700時間遊んだとしても、たったの100時間勉強するだけで今より楽しい生活が送れるし、なおかつ点数も上がるんですよ。めちゃめちゃ最高じゃないですか。それでも本当に部活動に時間を使いたいですか？僕は別にここで部活動を否定してるわけでも肯定してるわけでもないです。一生懸命になってる時間は美しいし、部活動が楽しいならばそれを続ければいいと思います。ただ、あなたが今いやいや部活生かされてるとか、望まない形で部活動を続けているのであれば、タイプして別のことに時間使った方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってるだけです。冷静になってフラットな目線で一回考えてみてほしいんですけど、年間で720時間も自分が好きじゃないことに時間を使ってるって、自分のことを雑に扱いすぎだと思いませんか？この動画を見ているあなたは、多分毎日部活にワクワクしてるっていう人よりかは、早く部活終わらないかなっていうふうに時計の針が過ぎていくのを待ってるだけの人の方が多いと思います。そういう人はタイプした方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。念のためにもう一度言います。僕は部活動を否定してるわけでも肯定してるわけでもありません。ただ、いやいやだったり、自分が望まない形で部活動を続けてるのであれば、タイプした方がいいんじゃないかなっていうふうに思っています。で、こんなことを言うと、嫌なことに耐える力は社会に出た時必要だよ、集団で何かを成し遂げるのは大切なんだよ、みたいな言葉を必ずというほど言われるかもしれないんですけれども、それ系の言葉は無視していいかなというふうに思います。嫌なことを耐える力なんてそんなに必要ないし、仮につけるとしても、僕たちは毎日学校の授業と嫌なことを耐え続けてるんだから、それで十分だと思います。わざわざ部活動に行って別軸で鍛える必要はない。てか、そもそも嫌なことに耐えるんじゃなくて逃げればいいかなっていうふうに思います。嫌いな上司がいるなら、その上司と毎日仕事をするのを耐えるんじゃなくて、その上司から逃げるために他の部署に行っても役立つ能力を自分で身につければいいだけ。内申点のために部活動に行ってるのならば、やめて内申点ちょこって下げられても、それを補えるぐらいの勉強をすればいいだけ。自分の精神とか心のことを考えるのならば、耐えるんじゃなくて逃げるっていう選択をした方がいいかなっていうふうに思います。あと、集団で成し遂げる能力は、じゃあ文化祭、合唱コンクール、体育祭何しにやってんのって話じゃないですか。この3つって集団で成し遂げるの集大成じゃないですか。だから、それ系の言葉は心配無用で無視しちゃってください。とまあ、ちょっとずれちゃったんで話を戻します。それでもやっぱりタイプするの怖いっていう人がいると思います。おそらくその理由で多いのが、タイプした後部活のメンバーとなんか気まずくなりそう。タイプした後また部活やりたいっていう風に後悔する可能性がある。ここまでやってきたんだし、部活動引退までやり抜きたいっていう風な気持ちがある。顧問がめちゃ厳しい人でタイプするのが怖い。親が許してくれない。この5つだと思います。僕は実際に中学2年生の春休みという、あとちょっとやれんからマジで最後まで頑張れやっていう時期にタイプしてて、今挙げた5つに対して実際のところどうなのっていうのを自分の体で体験してるんで、それに関してお話していきたいと思います。まず1、正直、タイプ直後の1週間は若干気まずさが残ります。でも、タイプして2週間ぐらい経てば全く気まずさなくなります。同級生のメンバーは全然いつも通りの感じになるし、そもそもタイプしたぐらいでハブってくるやつなんてまあいないです。逆に、あなたが部活動に残って仲のいいメンバーが部活を辞めたっていう風なところを想像してみるとわかると思うんですけど、別にタイプしたぐらいで休み時間あいつのこと無視したのとか思わないですよね。その感覚と同じように、自分がタイプする側の身になったとしても、別に休み時間一気に無視されたりハブられたりするってことはないんで、安心しても大丈夫かなっていう風に思います。あと、先輩関係。廊下とかですれ違った
った時に何か言われそうっていう風に思うかもしれないんですけれども、それも最初の数週間だけ。正直それ以降は退部した人に対して無関心です。変なうざがらみとかも特にされないです。時々性格歪んでる先輩から嫌味言われるかもしれないですけど、年下に退部しただけで嫌味なんか言ってしまうようなまともじゃない人間に何か言われたとしても自分の人生一個も支障出ないんで、マジで気にしなくて大丈夫です。あと補足すると、気まずいっていうのは自分が気まずいと感じてるっていう風な主観的な問題なんで、実は相手側は何とも思ってなかったっていう風なことも結構あります。なので1に関しては心配しなくて大丈夫です。続いて2、これも結論から言うとマジで心配しなくていい。ここを心配してるあなたはめちゃくちゃちゃんと考えすぎて逆に変な風に考えてるんじゃないかなっていう風に思います。冷静に考えてみてほしいんですけど、退部してまた入部したいなっていう風に思ったら再入部すればいいだけなんですよ。別に2回目の入部は入部代として10万円いただきますみたいな、この鬼畜ルールなんてないねんから、そんな深く考えなくて大丈夫です。それに1回退部してまた入りたくなるということは、自分は部活が好きなんだということを他の人よりも強く認識したってことだから、それはそれでいいんじゃないかなっていう風に思います。これも1で言った通り、1回退部してみないとわからないんで、退部してみるってことに対してそんなに抵抗抱かなくていいんじゃないかなっていう風に僕は思います。退部してまた入部したとしても、1で言った通り、気まずいのはほんまに最初の1週間ぐらいだけ。別に嫌われるわけでもないし、それ以降はほんまに今まで通りになるんで全然心配しなくて大丈夫です。てかそもそも嫌われたくないというのが間違いだと思います。今日本には1億2000万人います。めちゃくちゃいっぱいおるわけですよ。こんな大人数全員に好かれるなんて不可能なんですよ。嫌われて当たり前なんです。あなたがあの人を嫌いのように、あの人もあなたのことを嫌いなんです。嫌われるのって当然のことなんです。だからそんなに〇〇さんに嫌われるみたいな心配抱かなくていいです。なので2に関しても問題ないです。続いて3、この気持ちは理解できるんですけど、マジでやめておいた方がいいかなっていうふうに思います。僕が中学2年の春休みに退部しようとした時、周りの人にこれめちゃくちゃ言われました。あと5、6ヶ月だけやねんから最後までやり抜きや。マジで親戚から先生まで全員に言われました。で、多分この一度決めたことは最後までやり抜くみたいなのって、日本で崇拝されてる武士道的な美徳だと思うんですよ。信念曲げずに最後までやってるやつが一番かっこいいんだ的な感じの。でも一回冷静になって考えてほしいんですけど、最後までやり抜くイコールかっこいい、かっこいいイコール自分にとっていいというわけではないんですよ。だってかっこいいことあるのが自分にとって一番いいのかどうかなんて、その人次第じゃないですか。ってことは、最後までやり抜こうぜっていう美徳的な部分を誰でもかんでも当てはめて押し付けるっていうのは間違いじゃないかっていうふうに思います。好きでもなくて、なんなら嫌いなことを3年間やり続けてかっこいい人になったところで、なんかプラスありますか？多分ないですよね。いや、もちろんかっこいい人になれるのめちゃくちゃ嬉しいんですよ。めちゃくちゃ嬉しいんですけど、冷静に考えてみたら、冒頭でも式を出した通り、 720×2.5 年間で1800時間、あなたは部活動を最後までやり抜いたっていうかっこよさを手に入れるために1800時間突っ込みたいんですかっていう話なんですよ。はい、そうなんですっていう風に声を大にして言えるのであれば、部活動を続ければいいと思うんですけど、そうじゃない人は部活やめていいんじゃないかなっていう風に思います。仮に今退部するとしたら、中学2年生の人は2、3、4、5、6、7、8、9の8ヶ月間、計算すると1日3時間かける週5回の15時間、15時間かける4週間の60時間、60時間かける今出した8ヶ月で480時間、今退部したら480時間手に入るわけです。もしあなたが2年生じゃなく1年生ならば、そこに720時間を足した1200時間を手に入れられるわけです。これ結構やばくないですか？最後まで部活動をやり抜いたっていうかっこよさよりも、遊びとゲームと恋人との時間に使える自由な480時間、ないし1200時間の方がよっぽど価値あるというふうに思いませんか？もしそう思わないのであれば、よっぽど部活が大好きだっていうことなんで、全然続ければいいと思います。ただこの動画を見ているあなたはそうじゃない可能性が高いんで、勇気を出して退部してみるっていうのがいいかなというふうに思います。とまあこんな感じの理由で、3に関して心配しなくて大丈夫です。次に4、これに関しても1と全く同じです。怖かったり気まずかったりするのは、退部届を出すその一瞬だけ、その一瞬、たった一瞬勇気を出しただけで数百時間っていう時間が手に入れられるのであれば、そんなん大した無駄じゃないなっていうふうに思います。あと学校の先生という立場上、退部したぐらいでネチネチ言ってくる先生いないと思います。なので4に関して心配しなくて大丈夫です。最後に5、おそらく親が退部を許してくれない原因は、大体の確率で3か、道具にお金かけたんだから今退部しちゃったらもったいない、最後までやってほしいだと思います。3の部分に関しては、3の時に僕が話した通り、そのまま親に言ったらいいと思います。僕が具体的な数字を出して計算したことで、あなたがうわーほんまや結構時間もったいないかもっていう風に感じたのと同じように、親にも計算した数字を出したら納得してくれる確率が高まると思います。で、問題はここから先の、道具買ってあげたんだから最後までやってほしいという感情的な部分です。ここを説得する際には、なんとなくやめるじゃなくて、きちんと理由を説明した上でやめるっていうのが効果的だと思います。例えばあなたに恋人がいて、その恋人に突如別れを告げられたら、どうして別れるの、私の何がダメなのっていう感じで理由を考えますよね。もしそこで全く理由を教えられずに別れを告げられたら、なんか納得できないと思います。でもあなたの束縛がきつくてしんどかったからっていう風に理由を教えてくれたら、すっきりするし、まあちょっと嫌やけど納得はできますよね。それと同じように、親に退部したことを告げると、親もどうして退部するの、ちゃんと理由教えてよといった具合に理由を教えてくれ状態になるはずです。なのでそこを先読みして理由を準備しておくことで、説得できる確率が上がると思います。でその説明の仕方にもコツがあって、僕はそこにすごい自信
信があるんで、ぜひ参考にしてみてください。お母さんとお父さんの部活最後までやってほしいという気持ちはすごくわかる。道具とかユニフォームもお父さんとお母さんが汗水垂らして稼いだお金で揃えてくれたわけやし、めちゃくちゃ感謝してる。でも、その気持ちを理解した上で、私は自分の時間を好きな友達とか大切な恋人とかゲームとかの時間に使いたいから、だいぶ許してほしいです。それだけじゃ二人には失礼かもしれへんから、時間に余裕出た分で勉強もする。部活やってた時間を全て勉強に回せるわけじゃないけど、今よりか絶対に勉強します。だからだいぶさせてほしいです。こんな感じで、共感感謝理由お願いしますの構成でやるといいと思います。で、ここで気をつけてほしいんですけれども、絶対に親を論破しようとしてはダメです。親を正論で論破して倒すっていうよりかは、共感しながら一緒に寄り添って自分の目的地まで背中をポンポンしながら連れて行ってあげるっていう風なイメージです。なんかクラスに一人は正論ドヤ顔でぶちかましてみんなに嫌われてるみたいなやついたじゃないですか。それと同じ感じで、たとえ正論を言ってたとしても親を怒らせてしまったら親は絶対に待遇を許してくれないんで、くれぐれも揉めないように平和主義に行くことをお勧めします。とまあ今こんな感じで5つ述べた通り、あなたが部活を辞めない理由にしていることはそんなに心配しなくて大丈夫です。あと僕が個人的に自分に言い聞かせることなんですけれども、挫折は挑戦の第一歩ってことを頭の片隅に入れておくといいかもしれないです。新しく恋を始めるときはその前に絶対失恋があったはず。何かを始めるには必然的に何かをやめる必要がある。たとえ苦労して握ったとしても、ずっと握っているようじゃ新しい何かを握ることはできないです。何かを握るには何かを手放す必要があります。なのでそもそも待遇に関してそんなネガティブに考えなくて大丈夫です。動画の内容を簡単にまとめます。少なく見積もっても1年で720時間部活動に費やしている。2年生は今待遇することで480時間、1年生は1200時間手に入れることができる。それでも構わないのならば続ければいいと思う。嫌ならば一度退部すればいいと思う。退部した後同級生先輩顧問と気まずいのは最初の1週間だけだから、マジで心配しなくて大丈夫。もし退部して後悔したら再入部すればいいだけの話だから深く考える必要はない。実際に退部してみないと本当の自分の気持ちはわからないから、一度試しに退部してみるのもあり。とまあこんな感じです。これらを参考にした上で自分が退部するかどうかっていうのを判断するといいと思います。あくまで自分の人生を決めるのは自分自身なんですけれども、この動画を参考にしていただければなというふうに思います。あとチャンネル登録と通知音はしなくても大丈夫です。それじゃあ今日はこの辺で、ありがとうございました。